皆様こんにちは。今日はですね、タンゴのリバースターやってみたいと思います。タンゴのリバースター2種類ありますね。1種類目はですね、足がこう揃う場合ですね、最初の回転が急激で足が揃う場合と、回転がそこそこで足が揃わないでいく場合、この2パターンあります。今日は揃う場合やってみたいと思います。揃う場合は、右足が男性の足と足の間に入っていくパターンですね。はい、よろしくお願いします。まずは最初、回転が左に急激にかかります。下半身がこう左へ回ろうとしますよね。左回転ですので、そしたら、このままですね、右足交代した時にですね、右手がこう前へ出るような感じでこう、こういうふうに交代してください。こうですね。ここからですよ。やったった。カウントはクイッ、クイッ、スロー。こんな感じですね。この方向でいきます。クイッ、クイッ、スロー。こんな感じです。はい。そして次ですね、左足が前で出るときも右が前のままクイックですね。このときに傾斜的には少しさっきよりも少し戻っ、まっすぐに少し戻ります。こういうのね、クイック、でも右前ですよ。クイック、クイック、ね、右が思い切り上がります。クイック、そしてスローで元に戻る。こんな感じですね。はい、そうですね、こっちからいきますね。いきますよ。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。これが感じです。はい、もう一回こっちからいきましょう。はい、クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。こんな感じですよ。はい、まあ、クイック、クイック、スローのこの、クイック、クイック、スロー。この時にですね、男性の足と足の間に、この右足が入ってるということです。これはインサイドですね。リバースターのインサイドパターン。そして、このまま前に行って、ここで足がクローズすると。こういうことです。はい。まず、これもですね、今日はですね、1回目ということで、こんな感じということでやってます。けれども、また、おいおい後で補足がありますので、まずはですね、あらっと、こういう感じということで、傾斜、頭の向き、どっちがこう前に出てるか、こんなことですね、を掴んでいただければと思います。はい、今日はリバースターン、足がクローズするパターンですね、右足中インサイド、入っていくパターンをやらせていただきました。次回は外に出るやつをやりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。